おまかせ握り寿司様々な寿司寿司とは一般に米飯などと主に魚介類を組み合わせた和食。伝統的にわさびと一緒に食べられる。寿司には乳酸を主たる酸味成分とする寿司と酢酸を主たる酸味成分とする寿司がある。握り寿司が代表的であるが稲荷寿司、押し寿司、バラ寿司など様々な形態がある。また、 巻き寿司や稲荷寿司など必ずしも魚介類と組み合わせない寿司もある。さらに、うの花寿司や蕎麦寿司のように米飯ではない材料を用いた寿司もある。寿司には、寿司、寿司、寿司などの字が使われる。このうち、寿司は、麹を使った当て字である。寿司、寿司はいずれも、本来は別の魚料理を意味し、寿司の意は国訓である。 寿司という表記は、京都で朝廷へ献上することを考慮し、使われるようになった。江戸では、寿司、大阪では、寿司の字が使用された。寿司の語源は、江戸時代中期に編まれた、日本釈名や、東宮尾の、その味が酸っぱいから、寿司であるとした説が有力である。夏の季語である。寿司、純寿司、押し寿司、船寿司など。 船寿司や彦根の城に雲かかる、武村、栽培植物と農耕の起源では、ラオスの産地民やボルネオの焼きタ民族の、焼きタ農耕文化複合の一つとされている。寿司の本は、東南アジアの産地民の魚肉保存食を寿司の起源と、あげ、高知ゆえ頻繁に入手が困難な魚を、長期保存する手段として発達したものとしている。 魚章となれ寿司の研究モンスーンアジアの食事文化では、東北帯やミャンマーあたりの平野部を挙げ、水田地帯で稲作とともに成立した魚介類の保存方法が後に伝わったとしている。中国で寿司の字は、紀元前後から三世紀に成立した時点、自我に登場する。魚はこれを寿司と言う。肉はこれを死をと言うと対比され、寿司は、 魚の塩からと、篠田は解釈している。五感の、説問開示に、は、魚の蔵であるとし、とは、同じとする一方、寿司は、魚の微塩だとして区別した。が、どのような保存食かは不明だが、十世紀の女の中は、今俗に寿司に作るとしており、これをもって、寿司の乱象と言える。二世紀末成立の、釈名で、寿司は、 塩と米でのように加茂し、熟してから食べるとされている、は、漬物のことである。しかし、三世紀頃に編まれた、こうただしは、寿司は、寿司なりとして区別せず、闘神の各白による、自我中も同じである。篠田は、様々な記録から、寿司が、中国の古い時代にはあまりポピュラーな食べ物では、なかったことを示し、南方を起源とする、外来食、つまり、 東南アジアから伝わったものと位置づけている。日本における文献書券は、養老霊の笛綺霊で、フグ寿司、意外寿司の他に雑寿司が見える。礼儀ではこれに、寿司また寿司なりと仲介しており、以後も、日本では、寿司と寿司が区別されず、共に、寿司とされた。小税庁にも見える。篠田光、石毛直道らによると、これは、外から来たものであり、 稲作文化とともに中国は、長江あたりから九州に伝わったのではないか、と見ている。寿司の読みは、新鮮や座教で、酒し、寿司の読みは、和名類受賞に、素のとされている。千年以上の歴史があり、すでに、奈良時代に存在が知られる。平安時代の、演技式、主計量式には、諸国からの高能品が記されており、寿司、 寿司の語を多く見出すことができる。九州北部、四国北部、近畿、中部地区に多く、関東以北には見られないのが特徴的。魚を塩と飯で漬け込み熟成させる、慣れ寿司であると考えられている。平安時代の寿司は、豚弱物語集にも記述がある。これらの記述から、平安時代の寿司は、凹凸物を混ぜても気がつかないほど、匂いが強いいわゆる、 なれ寿司であり、寿司を置かずに、湯漬け飯を食べたことから、飯部分を除去して食されていたことが伺える。鎌倉時代になると、斜石集に記述されているように寿司は、残り物の,の魚の加工品として登場し、米食が、一般庶民に浸透する室町時代になって、登場した、生慣れによって、飯を一緒に食する習慣が生まれたようである。 篠田だは、室町時代の、二長は近本日記に見る、生成という言葉を、発酵が十分でない寿司の意味であると理解して、これは、つけ床の飯も共に食べるものであるとした。また、吉野昇雄は、鎌倉時代から、室町時代の初期録や日記に見える寿司は、生成であるとし、日々の三つ年は、生慣れの特質は、 発酵期間の短縮だけではなく飯の食用にあり、室町時代には、これが主流となるとした上で、飯を食べないものを、本慣れと称して区別した。この変化は蒸して、怖いとして食べられていた米を炊いて、柔らかい悲鳴として食べるようになった食生活の変化が生み出したとされる。しかしながら、室町時代以降に、慣れ寿司の発酵期間が短縮され、また、 漬け床の飯も食用とされたということを資料で確認することはできない。桜井深夜によれば、なら、平安時代以来、室町時代から食法時代にかけても寿司の多くを占めるのは鮎や船のなる寿司であるが、各時代の鮎や船などの同じ種類の寿司の飯付け期間を比較して、その期間の短縮が証明されていたわけではない。なら、 平安時代においても食材の種類や飯付けの時期により発酵の度合いには差があり数日間の発酵のものもあれば1から2ヶ月のものもあるとされる従来の見解は数ヶ月間以上の飯付けを行う現在の滋賀県の船寿司を奈良時代以来の慣れ寿司これよりも飯付け期間がはるかに短い和歌山県のサバの慣れ寿司などを 生成であるとする理解から導き出されたものであるという。そして、生成の寿司とは、十分な熟成を経ない半熟の寿司ではあるが、飯を共に食するというものではなく、あえて半熟状態のものを試みに召願するというもので、船寿司に限られていることから、これは船寿司の食方を意味する言葉であり、室町時代以降のそれまでの慣れ寿司が、 生成になるという篠田光る以来の従来の理解は、誤りである。また、酢を調味料として食することに特徴があり、寿司に酢を用いるケーキとなったとされる。そのため、本慣れと生慣れという区別も改められなければならないことになる。時代が下るとともに酒や酒かす、麹を使用したりと、寿司の発酵を早めるため様々な方法が用いられ、促成化に向かう。 そして1600年代からは巣を用いた例が参見されるようになる。岡本安隆長、南馬港に松本義はじめという医者が遠方年間に巣を用いた寿司を発明し、それを松本寿司というとあるが、日々の三つ年によれば、松本寿司に関する資料は他になく、遠方以前の料理書にも巣を使った寿司があるゆえ、発明者であるとは考えられないとしている。 誰が発明したかはともかく、寿司に巣が使われ、巣の醸造技術も進んできて、いよいよ発酵を待たずに巣で酸味を得て食する寿司、早寿司が誕生することになる。浮世絵に描かれた寿司、洋術という身で握る寿司の飯、柳だるが、握り寿司の文献的書室である。握り寿司を創案したのは、余兵寿司花や余兵とも、松の寿司、堺や松五郎とも言われる。 森貞満万光によれば、握り寿司が誕生すると、たちまち江戸っ子にもてはやされて、市中に溢れ、江戸のみならず、文政の末には、関西にも、江戸寿司を売る店ができた。天保の末年には稲荷寿司を売り歩く、振り売りも現れたという。この頃には、巻き寿司もすでに定着しており、江戸も、末期、明治維新の足音も聞こえて来ようかという時代になって、 ようやく現代でもポピュラーな寿司が出揃った。明治30年代頃から起業化した製氷のおかげで寿司屋でも氷が手に入りやすくなり、明治の末あたりからは電気冷蔵庫を備える店も出てくる。近海漁業の漁法や流通の進歩もあって、生鮮魚介を扱う環境が格段に良くなった。江戸前握り寿司では、 これまで酢にしたり醤油漬けにしたり、あるいは火を通したりしていた素材も、生のまま扱うことが次第に多くなっていく。種類も増え、大きかった握りも次第に小さくなり、現代の握り寿司と近い形へ変化し始めた時代である。大正12年の関東大震災により、壊滅状態に陥った東京から寿司職人が、離散し、江戸前寿司が、 日本全国に広まったとも言われる。本物の握り寿司、神奈川県第二次世界大戦直後、厳しい食料統制のさなか、1947年に飲食営業緊急措置令が施行され、寿司店は表だって営業できなくなった。東京では、寿司店の組合の融資が交渉に立ち上がり、1号の米と握り寿司10個を交換する委託加工として、 正式に営業を認めさせることができた。近畿をはじめ日本全国でこれに習ったため、日本で寿司店といえば、江戸前寿司一式となってしまった。当時を知る職人は、あらかじめダミーの米を入れる袋を用意して店頭に置き、取り締まりを逃れて営業したこともあると述べている。戦後の高度経済成長期になると、衛生上の理由から、すでに屋台店は廃止され、 廉価な店もあるにはあるものの、寿司屋は、高級な料理屋の部類に落ち着いた。1960年代から1970年代に、かけて、サラリーマンを題材とした漫画では、夜遅くまで外で飲み歩いた店主が、妻の機嫌を取るために、寿司の折り詰めを買って帰るという姿が描かれることもしばしばあった。国鉄東海道本線の電車急行ではビュッフェで、 寿司コーナーを設置していた。アボカドサーモンを裏巻きしたカリフォルニアロールのバリエーション体のなんとハジャイの夜市での寿司屋台長い鎖国が解かれ、明治になると移民として中南米や北米へと当たるものも多く、各地で日系人コミュニティが生まれた。アメリカ合衆国で最初の日本料理店ヤマトヤがサンフランシスコに開店したのが1887年。 ロサンゼルスでは、後に、リトル東京と呼ばれる地域に、日本食レストラン、三原市邸が1893年に開店し、1903年に、蕎麦屋、1905年には天ぷら屋、そして1906年には寿司屋が開店する。戦前のリトル東京の日本料理店は、主に最大数万人規模のコミュニティにまで膨れ上がった、日系人のための食堂であった。 しかし、第二次世界大戦で、アメリカ合衆国と敵対国になったことにより、日系人コミュニティは強制収容という形で、衰退してしまう。その後、全国寿司連合会会長、理事長を歴任した東京、青山大寿司総本店の大前金次郎が、職人を連れての米国ワシントン DC での、全米桜祭りでの寿司の披露や、 世界初の英文での寿司の専門書を出版するなどして世界へ寿司を広めた。戦後のリトル東京の寿司屋はしばらく1930年代に創業した稲荷寿司と巻き寿司、型抜きした酢飯に魚を乗せただけの寿司を提供する店一軒のみであった。アメリカ寿司ブームの仕掛け人とされる共同貿易社長の金内記念により1962年に ガラスのネタケースが海を渡り、老舗日本料理店、川服の一角に、本格的なカウンターをしつらえた、寿司バーができ、続いて、境菊、カリフォルニアロール発祥の店となる、東京会館も、1965年に、ネタケースをしつらえて、寿司バーは3軒となった。当初は寿司を食べる、欧米人は、ほとんどいなかったが、1970年代に入ると、 徐々に、欧米社会にも受け入れられ、1970年代後半には、寿司ブームとも言われるほどに成長していった。しかし、海藻を食べる習慣のない、欧米人からは、海苔は黒い紙のように見え気持ち、悪がられたため、酢飯で海苔と種を巻く、裏巻きと呼ばれるスタイルが流行することとなった。寿司バーでは、江戸前寿司だけでなく、 各店で独自にアレンジした料理も提供され、欧米では寿司バーの名称が正当派の寿司店や寿司レストランを含む総称になりつつあるとも言われている。ロサンゼルスで火のついた寿司ブームは、その後、日本の経済的進出も相まってアメリカを中心とする世界各地に急速に広まった。1983年にはニューヨークの寿司店、初花が ニューヨークタイムス紙のレストラン表で最高の4つ星を獲得しており、この頃までには高級フランス料理店に並ぶ評価を、エルス支店が出現するまでにイメージが転換していたことが伺える。現在、寿司は天ぷら、すき焼き等と並ぶ日本食を代表する食品になっており、日本国外の日本食レストランの多くでは寿司がメニューに含まれている。 特に北米では人気があり、大都市ではもちろん、地方都市のスーパーマーケットですら寿司のパックや巻物が売られていることが珍しくない。ベルリンの回転寿司展開店寿司は気軽に食べられることやシステムの面白さなどで、外国でも人気を得るようになったが、文化の違いから正しい楽しみ方はしていないと不満を感じる日本人もいる。日本でも知られている カリフォルニアロール以外にも世界各地の食文化と融合した寿司が相次ぎ誕生している。メキシコのトルティーヤと組み合わせた寿司タコス、寿司、ブリトー、ハワイ料理風のポキ寿司ボール、魚や肉を避ける人向けに豆の粉を魚介類風に加工してネタとするフェイク寿司などである。東南アジアの太陽国では寿司レストラン以外に 屋台外で販売されるようになっている。酢飯は甘めが好まれ、ネタは魚介類以外にピータンなどが乗せられる。世界各地の寿司レストランには中国人、韓国人など日本人以外の経営、調理によるものが増加し、日本人による寿司店の割合は10%以下とまで言われるほど減少している。そのため、日本の伝統的な寿司の調理法から大きく飛躍した。 調理法の料理までもが寿司として販売されるようになった。酢を合わせていない飯に魚や中国料理を乗せて寿司だと称するところまである。寿司は人気のネタのマグロとサーモン程度しか提供せず、天ぷらや照り焼き、丼物の,の方がメニュー数が多いような日本料理全般を扱う店も大々的に寿司屋を名乗っている。さらにはご飯も魚介も関係なく、 一つの食材の上に別の食材を置いた料理を寿司スタイルと称して客に提供する星付きレストランまで現れた。今では寿司の単語を海外の街で頻繁に見かけるようになったが本来の日本料理から大きく乖離したメニューを提供する店に遭遇することも多い。このような現状から日本の農林水産省は 正しい日本食を理解してもらうための日本食の評価を日本国外の日本食店に行う計画を打ち出したが、欧米の一部にはこれを新しい食文化の誕生を阻害するものであると批判的に見る向きもあった。日本でもアメリカの新聞ワシントンポスト紙が2006年12月24日、図け記事で用いた寿司ポリスがやってくる。 との表現が取り上げられた。このような反応を受けて、農林水産省は、認証制度の導入を止め、和食の国際的普及を目指す、特定非営利活動法人の、日本食レストラン海外普及推進機構が、民間の立場から推奨点を決定する方式を取る、こととした。経済発展が著しい中華人民共和国、香港。 台湾やロシアでも寿司ブームが起こった。元来、これらの国では魚を生殖する文化はなかったが、富裕層を中心に愛好家が増えている。日本人が寿司文化を世界に広めたために、今度は寿司種が世界市場で高騰するという現象が起きてしまっている。また、このように増大した寿司需要による、 生物資源の枯渇を避けるため生態系にリスクを与えずに捕獲された魚介類や増産可能な方法で収穫された農産物を用いたサステナブル寿司の動きも2005年から米国で始められた世界各国の食材が普及し寿司が日本国外に進出するにあたりまた食スタイルの変化などから日本伝統の寿司の形にとらわれない食材や スタイルの創作寿司も見られる。寿司種として、魚介類以外にも、食肉、野菜などを使用したもの、ソースとして、マヨネーズや、チーズなどの非伝統的な食材をトッピングしたもの、焼き、揚げなどいろいろな調理法を用いたもの、形も、握り寿司や巻き寿司にこだわらないものなど様々である。農林水産省などが開催する、ワールド寿司カップジャパンにおいて、 創作寿司部門が設けられ、江戸前寿司とは、また違った技術を競い合うイベントも開催されている。持ち帰り用に販売される詰め合わせ日本の寿司シェフ、京都駅寿司は寿司屋、回転寿司などの店内で料理として出される。寿司屋は出前を行うこともある。スーパーマーケットやデパートの地下の惣菜コーナーでは、詰め合わせや、握り寿司二つ程度の小さなパックなどが売られる。 弁当販売店の形式で持ち帰り大寿司を売るチェーン店もある。巻き寿司、チラシ寿司はしばしば家庭でも作られる。近年ではコンビニエンスストアでの販売も見られ、ますます手近なものとなっている。かつての江戸では露店での販売も盛んで日本国内に広がったほどであったが衛生上の理由から屋台での寿司など制御を使用した食品の販売は 昭和初期までにその多くが規制されている。なお、大韓民国やイ王国には、近年寿司を扱う屋台が現れた。日本においては、一皿ごとの価格が明示されている、回転寿司や、寿司専門店であっても一人一食分の、セットメニューの価格が明示されている方式が広く、普及している。しかし、伝統的な一部の寿司屋においては、会計は一つ一つの寿司に、 値段が掲示されていない場合もある。これは、寿司種が時価の影響を受けるるからである一方寿司屋の神さん打ち明け話の、高くてびっくり安くて、びっくり似て、寿司の職人でも他の店に行けば、値段がわからないこと、丼勘定で客を見て、値段を決めている店があることが書かれている。また、同じネタでも、客を見て切る部位を変えるので、 値段も違うという主張も載せられている。他方、滞在時間の、長い、来て欲しくない客の場合は値段が高くなると公言する職人スライル。日本の法律では、商品の内容とサービスまた価格を偽ることは、違法とされており、値段を店員へ尋ねることができる。地方によって、外食と弁当となど、寿司の消費額と種類が異なる。 家計調査2002から2011によると、東日本は外食が多く、寿司弁当は関西の都市に多い。石川県金沢市は双方とも多いが、寿司店で握り寿司を食べる文化地域と、箱寿司やパック寿司を買って家で食べる文化地域など、寿司の文化は現在の日本東西で異なっている。北王子路,路山人は、 江戸前寿司の上方寿司と異なるところは、材料、味付け及び、技法の相違にある。と、寿司の違いについて記述していた。握り寿司は、人間の手で腐敗しやすい、生鮮魚介類と酢飯に直接接触する工程を伴い、その過程で雑菌が付着することは避けられない。生鮮魚介類を寿司種とする場合は、刺身と同様に厳しい鮮度、 温度管理が行われる。特に牡蠣においては握ったものをすぐ食べることが望ましい。米やネタに匂いが移ることがあるので、匂いを発する強力な洗剤や殺菌薬などで手を洗うことは避け、寿司職人は用を足した後、丁寧に手洗いに努めているケースがある。また、巣には殺菌の効果がある。さらに、わさびをネタとシャリの間に挟むのは、 鮮魚の運搬に時間がかかる時代に殺菌剤として挟んでいたものの名残とされている。日本国外では手で握る作業を不潔なものとみなし、職人が薄いゴム手袋やビニール手袋をはめることを求める場合がある。日本では魚介を生殖する料理の調理を素手で行うことはごく一般的な手法である上、手袋は 職人の微妙な種子の感覚を阻害するものであると、みなされ、そのような習慣はない。ただし、日本国内でも、スーパーマーケットなどで、持ち帰りの寿司を提供する場合や、回転寿司店では、手袋の着用が見られる。アメリカのニューヨーク市やネバダ州やバージニア州では、セビチェや寿司などの生殖する、天然魚を一旦冷凍することが義務付けられている。 ニューヨーク市の帰省の際には和食店から冷凍で味が落ちると嘆く声もあった。乳酸系の寿司類はなれ寿司のように乳酸を主たる酸味成分とするものである。なれ寿司なれ寿司は魚に塩と飯を混ぜて長期間保存し乳酸菌の作用によって発酵させたもので飯の原型が残っていないことが多い。塩からに近い保存食であり、 単体で食事として用いられるものではない。滋賀県の船寿司や和歌山県の鮎の熟寿司、秋田県の旗ハ旗タハタ寿司、石川県や富山県のかぶら寿司、岐阜県飛騨地方の根寿司などがある。メス寿司日本海側に見られる米麹を使って魚を乳酸発酵させた寿司である。酢酸系の寿司類は江戸時代に発明されたもので、酢酸を主たる。 酸味成分とするものである。押し寿司味の押し寿司使用する調理器具、押し型酢飯と具を重ね、力をかけて押した、早寿司。箱寿司が元となっており、江戸時代にできた握り寿司の原型。鯖寿司である、大阪府のバッテラや京都府の鯖の棒寿司、富山県のマス寿司、神奈川県のアジの押し寿司、三間寿司、鳥取県の割れ左右衛門の寿司。 広島県の門寿司、山口県の岩国寿司、長崎県の大村寿司など。江戸ではこの押し寿司ではなく、握り寿司が発展し、二つの文化に分かれていった。握り寿司握り寿司握り寿司は、小さな酢飯の塊に寿司種を乗せ、両手で握って馴染ませたものである。飯と酒の間にわさびを入れることが多い。手づかみ、あるいは箸を用いて、必要があれば、 醤油をつけて食べる。寿司としての歴史は浅く、江戸時代に江戸で考案された。一つを一缶と数え、缶の文字を当てることが多い。この助数詞は昭和後期のグルメブームの時に一般に使われるようになったと言われる。英語でも、握りで通じる場合がある。寿司種として使われる魚介類は様々で、大まかに赤身、白身、貝類などに分けられる。 生のままだけでなく、すされることが多い、光物や煮物も用いられる。太平洋戦争後の冷蔵、冷凍設備の普及や輸送ルートの整備により、漁港から遠い地域でも寿司種にできる魚介類が増えた。寿司種とする魚類を、水分管理しながら冷蔵庫で、長期間寝かせて、腐敗を防ぎながら、味を凝縮させる、熟成寿司も現れている。 手まり寿司種を乗せた酢飯をラップなどで包み、手まりに見立てた、小さな球状に丸めた、早寿司の一種。握り寿司のような技術を必要としないため、家庭料理や、弁当などにもしばしば用いられる。比較的近年に誕生したと思われるが、起源は不詳である。巻き寿司巻き寿司巻き寿司は、海苔などで具と酢飯を細長く巻いた寿司。巻物、海苔巻きとも呼ぶ。 巻き酢の上に海苔を広げ、酢飯と具を乗せて巻いたものである。太さの違いによって、細巻中間、大野巻と、おのおの違う呼び名がある。江戸では、かんのな細巻が好んで食べられ、これを海苔巻と称した。また、軍艦巻と呼ばれる、酢飯の側面に海苔を巻いて、上にイクラ、ウニなどの崩れやすい材料を乗せたものもある。 その他、一般的に使用される具材には、マグロ、キュウリ、エビ、卵焼き、イカ、ツナ、納豆、などがある。日本国外でもロールとして様々な種類の巻き寿司が創作されている。英語でも、巻きで通じる場合がある。そうした創作巻き寿司では、アボカドやハムなど、お好みの具材が用いられている。手巻き寿司手巻き寿司チラシ寿司チラシ寿司江戸前チラシ、酢飯に。 各種の種を混ぜ込み、金種卵などで飾り付けたもの。また江戸前寿司においては、白い酢飯の上に、握り寿司の種を並べたものを刺す。五目寿司、バラ寿司五目寿司は、家庭で作られる機会も多く、祭礼など晴れの日の手作り料理として供されることが多い。細かく切った野菜や、椎茸、かんぴょうの甘煮、スレンコンなどの具を酢飯に混ぜ込み、 彩りに、生姜、禁糸卵などを飾る。具にはさらに、ゆでえび、焼きあなごなどがよく用いられる。関西ではこれを、ちらし寿司、ごもく寿司火薬寿司という。江戸前のちらし寿司をも食する地域では、ごもくちらし寿司と呼び区別する。いなり寿司いなり寿司、スケロク寿司いなり寿司の語源は、油揚げがいなり信仰に関わりの深い狐の、 好物であることに由来する。森佐田万光、江戸では、油揚げの一方を割いて袋状にし、木だけ、かんぴょうなどを刻み入れた酢飯を詰めた寿司を、天舗の末年から売り巡る。最も静かな寿司、稲荷寿司、または、篠田寿司という。店売りは、天舗前からあり、名古屋には、以前からあるとある。天言筆記には、飯や豆腐柄などを詰めて、 わさび醤油で食べるとあり、花肌下敷きともある。近世商売人京歌合わせの挿絵には、今日では見られない、細長い稲荷寿司を、切り売りする屋台の様子が描かれている。現代の稲荷寿司は、袋状に開いた油揚げを煮つけ、中に酢飯の実を詰める場合と、酢飯に、人参や、椎茸、ごまなどを混ぜ込んで詰める場合とがあり、後者を、 五目稲荷と呼ぶこともある。岐阜県あたりを境に、東は四角、西は三角と、地域によって、形が分かれる。いずれも、インロー寿司の範疇内に分類される寿司である。また、稲荷寿司と巻き寿司を詰め合わせたものをスケロクという。これは、揚げと巻きで、揚げ巻きという写楽である。茶金寿司五目酢飯を、薄焼き卵で包んだもの。 東京赤坂にあった夕食の茶金寿司は有名で、昭和以降の著名人も触れており、中にはこの寿司を創作した店だと言及している人もいる。同店の主張によれば、創業者の小原義太郎が、三宅ごぜぜ傍聴人だった大正時代に、伏見の三宅の茶会に出すものとして考案した料理とされる。関西発祥と誤解されることが多いが、 東京生まれの創作寿司である。同様の料理を指す語に福祉寿司があるが、福祉寿司は、薄焼き卵をきちんと折りたたんだ中に語もく寿司を詰める。料理、茶金寿司は、薄焼き卵に包んだ後、四隅を上でまとめ、さらにはかんぴょう、つ葉、細切り昆布などで湯沸いて、上で縛るものとされ、近年では、形状が違うものとして区別される。なお、 ただ、鉄之助によれば、本来の茶巾寿司は、このような寿司ではなく、チらし寿司を、茶巾絞りにした形態のものだという。各地で食べられる寿司には、様々な種類があり、いずれの地域以外ではあまり見られないものも多い。伊達巻寿司は、千葉県銚子市及び、大阪府などの郷土料理である。伊達巻の中に、高野豆腐、椎茸、おぼろ、 かんぴょうなどとともに酢飯を巻き込んだ寿司だが、具や飯の分量は地方によって異なる。明治初期、銚子の大久保の職人が採句寿司として考案したとの由来がある。太巻祭寿司は九十九里地方を中心として、県内全域で作られる千葉県の郷土料理である。切り口が金太郎飴のように華やかで楽しめるようになっており、イワシを追いかけてきた。 紀州のののの漁師の弁当の目張り寿司をそのルーツとするる説もある島寿司は東京都の伊豆諸島及び小笠原諸島、沖縄県の大東諸島に見られる郷土料理である。握り寿司の種として島で採れる魚を醤油漬けにして使う。島で手に入りにくいわさびの代わりに唐辛子や洋辛子を使うなど島の気候や食料事情に合わせた製法で作られている。 一口大に押し固めた、早寿司を笹の葉で巻いたもの。保存性を重視した古い時代の寿司の名残で、種、酢飯ともにかなり強く酢を効かせて作られる。東京都のほか、増寿司で有名な富山県にも残る。船寿司船を用いた慣れ寿司であり、現在の寿司の原型と言われる。琵琶湖を要する滋賀県の名産である。船の甘露煮を、 酢飯の上に乗せた、長野県作地域の郷土料理。柿の葉寿司柿の葉寿司は、柿の葉で巻いた寿司で、奈良県、和歌山県、石川県の郷土料理である。なお、奈良、和歌山県の柿の葉寿司と石川県の柿の葉寿司は、作り方、形状は異なる。奈良では、塩漬けした柿の葉を主に用いている。元来は発酵させることが主流だったが、昨今では、 駅や空港などで売られているものについては生産性を上げるために味付けした寿司飯を用いて1から2日保存して出荷しているものが多い。また、元来は塩漬けされたサバの実を使っていたが、後に鮭、古代、穴子なども用いられるようになった。メハリ寿司は同じく奈良県、和歌山県の郷土料理である。魚介類はチーズ、味付けした酢飯を 高菜の浅漬けの葉で巻いた握り飯の一種である。サバ寿司は、若狭地方、京都や大阪、山陰地方、岡山県新見市の郷土料理である。新見市では、金棒寿司、サバ包みなどとも呼ばれる。長方形に固めた酢飯の上に、塩サバの半身を乗せ、巻き酢や布巾で形を整えた後、出昆布や長昆布で全体をくるみちくひで包んだ、ものである。 バッテラとは異なり、型に入れる作業がない。冷蔵技術が発達する以前に、京都の場合は、サバ街道を通り、若狭地方から、岡山県新見の場合は、山陰から運ばれる、塩干物の,の塩サバが貴重な海産物であり、このサバを利用した寿司が定着した。山陰や若狭では焼いたサバを乗せることもあり、特に、出雲地方では、江戸時代から、 小鯖バ寿司として日常的に食されていた。最近では、漁獲量や輸送手段の問題などから全国に流通していなかった脂質が21%以上ある。八戸前、沖サバなどを使用した、トロサバ棒寿司など、新しいサバ寿司も考案されている。大阪寿司は、江戸前の握り寿司に対して、木型を用いた箱寿司を指す言葉。種には、筋目のサバ、 昆布締めのタイ、焼き穴子、茹でたエビ、卵焼きなどが用いられる。バラ寿司、太巻き寿司などを含める場合もある。冷えても、うまいように、昆布出汁を加えて、飯を炊き、寿司酢には、塩と砂糖を混ぜる。生寿司ではなく、木寿司と読む。サバなどの青魚や古代などをすじめにしたもの。乳酸発酵を伴わない、早寿司の一種であるが、 米は用いられず魚のみで作られる。主に関西地方で用いられる用語であり、東日本や西日本のその他地方では、しめ鯖、春子のすじめなどと呼ばれることが多い。ぬくずし、または虫寿司と呼ばれる、近畿伊勢の中国、四国、九州地方に伝わる暖かいバラ寿司のこと。ぬくいは暖かいの意味で、 この方言が通用する地方の冬季限定メニューである。茶碗蒸しとのセットメニューで知られる長崎市の吉宗では通年で蒸し寿司を食べることができる。酢飯に焼き穴子、エビ、白身魚、錦糸卵、絹さや、銀南、桜伝武等を色鮮やかに盛り付け、せいろで蒸して食べる。発祥は大阪あるいは京都とされ、明治時代からあるが、 手間のかかる割に利益が少ないためか、メニューから外された地域が多い。大阪市、京都市、岡山市、広島県尾道市、愛媛県松山市などの寿司屋で、郷土料理として陶器まで食べられる。丼に盛り付けて蓋をして、せいろで蒸す店と、一人前のせいろに盛り付けて蒸す店がある。岡山県の郷土料理である。酢飯にかんぴょうなどの具材を混ぜ合わせた上に、 金子卵をまぶし、さらに大きめに切った多様な具材を乗せる。岡山県内でも地方によって具材は様々である。西日本のその他地方では、ちらし寿司のことを、バラ寿司と呼ぶ箇所が多い。岡山県備前福岡の郷土料理。炊き込みご飯に酢を加えて調味したもので、期限は日本で酢が作られる。以前の鎌倉時代にまで遡る。当時は、 作産発酵したどブロクを用いており、早寿司の元祖とも言える料理である。高知県の山間部に伝わる山の幸を主に使う郷土料理である。米飯にゆずすを効かせた酢飯の上に、ネタとしてタケノコ、ミョウガコンニャクしいた琉球のほか、随気ゼンマイ、チャーテ、イタドリしば漬けといった山菜や漬物を乗せる。握り寿司、巻き寿司、 押し寿司、姿寿司、稲荷寿司などが存在する。魚を使う場合は、渓流魚や海から運んだ味、サバ、カツオ、タチウオなどが用いられる。1986年、葉山村の久保川生活改善グループが、食料庁主催の、全国おにぎり百選に出品する際に、田舎寿司と命名した。酒寿司は、鹿児島県の郷土料理である。塩。 酒を合わせた飯と、エビ、イカ、錦糸卵などの具とを寿司おけに交互に数段詰め、中蓋をかぶせ、数時間おもしをする。寿司と称しているが主犯であり、強応には注意が求められる。ありがとうございます。